皆さん、こんにちは。2024年10月17日、俳優の西田敏行さんが76歳で亡くなりました。西田さんは東京都世田谷区の自宅で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたそうです。今回は西田敏行さんを長年支え続けた奥様、西田久子さんについてお話しします。西田敏行さんと西田久子さんは1974年8月に結婚しました。当時、西田さんは27歳、久子さんは23歳でした。久子さんは大分出身で、西田さんより4歳年下でした。2人の出会いは、西田さんが所属していた劇団青年座に久子さんが研究生として入ったことがきっかけでした。西田さんは24歳、久子さんは20歳の時でした。西田さんは久子さんに一目惚れし、猛烈なアプローチを開始します。知り合って数ヶ月後には、久子さんの4畳半のアパートに転がり込んで同棲を始めたそうです。久子さんのアパートにはひびの入った鏡台くらいしかなかったそうですが、久子さんは女優だから鏡台は必要だけど、その他はいらないと言ったそうです。この言葉に西田さんは心を打たれたそうです。同棲をきっかけに久子さんは劇団を辞め、女優の夢を諦めました。以降、久子さんは俳優の下積み生活を送る西田さんのためにアルバイトをいくつも掛け持ちして経済的なサポートを行いました。結婚後はお金がなかったため新婚旅行にも行けず、東京都世田谷区内の家賃3万5000円の 2K アパートに住んでいました。しかし、1977年には西田さんがドラマのレギュラー出演枠を獲得し、世田谷区粕谷に4000万円のマイホームを購入することができました。西田さんは長女が生まれた時、久子さんに育児が一段落したら女優に復帰していいんだよと言ったそうですが、久子さんは断ったそうです。久子さんは最初から西田さんを家庭面からサポートする覚悟を決めていたからだそうです。西田さんはたびたび病気に悩まされました。2001年には加齢が原因の頚椎性脊髄症で手術、2003年には心筋梗塞で緊急入院、2016年2月には自宅ベッドから落ちたことが原因で頚椎亜脱臼で4時間半もの手術を経験しました。さらに2016年4月末には胆嚢炎を患い、心身ともに大変な思いをしました。西田さんは以前、1日に60から70本もタバコを吸うヘビースモーカーで、大酒飲みの退職官でもありました。心筋梗塞を患った時、病院の主治医から不摂生をはっきり指摘され、久子さんは禁煙と禁酒を守るように西田さんに厳しく言ったそうです。その結果、西田さんは見事に禁煙に成功し、90キロオーバーだった体重も82キロにまで落とすことができました。入院中も退院してからも、久子さんは車椅子を押すなど献身的に看病したそうです。西田さん夫妻の間には2人の娘さんがいます。長女のさやかさんと次女のりささんです。長女のさやかさんは1976年7月生まれ、次女のりささんは1977年生まれだそうです。2024年現在、さやかさんは48歳、りささんは47歳くらいになりますね。娘さんたちは小さい頃、西田さんと一緒にテレビ CM に出演したこともあります。1985年の雪印ネオソフトの CM や第一生命のグランドライフファミリーという CM で家族全員で共演しています。雪印ネオソフトの CM は今でもネット上で見られるように、子供の頃の娘さんたちのお顔を拝見することができます。1983年12月23日にはドリフのクリスマスプレゼントに西田さんと娘さん2人が出演し、スタジオでトークをしていました。西田さんは娘さんたちにパパの宝物という歌を作ってあげたそうですが、一番父親を必要とする頃に仕事に追われてしまったことを今でも後悔しているそうです。
西田敏行さんの理想の家庭像はハリウッド映画にあるような、食事時は課長を中心に食卓を囲むことであると、自らの著書役者人生泣き笑いに書いています。長女の学校について、私立の小学校に入れたかった西田敏行さんと、地域の公立の小学校に入れたかった奥さんと教育方針で揉めたことがあるそうですが、結果的には奥さんの意見が通ったようです。ちなみに西田さんに孫がいるかどうかについては情報がなく不明です。ですが孫ができた時の西田敏行さんの喜ぶ姿はなぜだか想像できてしまいますね。西田さんと久子さんの仲の良さを示すエピソードもあります。まだ久子さんが大分にいた時、西田さんは毎日何通も手紙を出して結婚を迫ったそうです。そのため夫婦喧嘩をすると、久子さんはその手紙を出してきてはどう落とし前つけるんだと怒ったそうです。久子さんは西田さんの所属事務所とは別に個人事務所を持っており、その社長を務めています。西田さんが満身創痍になりながらもドラマや映画への出演を続けているのは、社長である久子さんの意向も強く関わっているようです。久子さんは西田さんにとって仕事が最大の良役になると考えていたようです。西田さんの体調が優れない時期でも可能な限り仕事を続けられるようサポートしていました。西田さんは2019年に探偵ナイトスクープを降板した際、引退がささやかれましたが、久子さんは本誌の取材にこう語っています。主人は死ぬまできっと現役です。お仕事さえいただければ続けていきたいと思っているんじゃないかしら。久子さんの西田さんに対する理解がこの言葉から感じられますね。また久子さんの献身的なサポートについても世間では立派だという声が多いようです。ここからは西田敏行さんの経歴について詳しくお話しします。西田敏行さんは1947年11月4日生まれで、福島県郡山市の出身でした。身長166センチ、体重80キロ、血液型は B 型。明治大学附属中野高等学校を卒業後、明治大学農学部に進学しましたが中退しています。趣味は落語鑑賞、プロ野球観戦、海外旅行で、特技は即興音楽と乗馬だったそうです。西田さんの生い立ちは波乱に満ちたものでした。西田さんのお父さんは今井仙さんというそうで、もともと大阪府和泉市の出身だったそうです。西田さんのお父さんは最初の奥さんと駆け落ちして東京に移り住むと、東京の為替貯金局に勤務されました。ですがその後、最初の奥さんが他界、お父さんも福島県郡山市の為替貯金局へ転勤となりました。そこでキエさんという女性と知り合って再婚。この方が西田さんのお母さんだそうです。その後西田さんが誕生しますが、5歳の時にお父さんが他界、お母さんが美容師をしながら女手一つで西田さんを育てられると、今度はお母さんが再婚することとなり、西田さんは郡山市に住んでいたおば夫婦を西田家に養子に出されることとなったのでした。西田さんが養子に入った西田家はテレビ番組ファミリーヒストリーによると由緒正しい家柄だったそうです。西田さんのおじいさんとひいおじいさんは鹿児島市清水町の出身で、なんと鹿児島県立図書館に保管されている幕末の藩主島津忠義の記録の中に西田源左衛門という名前で記載されているというのです。幼少期から俳優に憧れていた西田さんは中学卒業後に俳優を目指して上京しました。両親は西田さんの夢を応援し背中を押してくれたそうです。西田さんの俳優としてのキャリアは1970年に劇団青年座に入団したことから始まりました。その後映画やテレビで人間味あふれる役から暴力的な悪役まで幅広く演じる俳優として活躍しました。1993年に公開された山田洋次監督の映画学校では夜間中学の生徒をまとめる教師を演じ、日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞に選ばれています。また
NHK の大河ドラマでも活躍し、1990年に放送された飛ぶが如くでは西郷隆盛を、八代将軍吉宗では徳川吉宗を演じるなど多くの作品に出演しました。歌手としても活動し、温かみのある歌声で聴かせる「もしもピアノが弾けたなら」がヒットし、紅白歌合戦にも出場しています。バラエティ番組でも幅広く活躍し、探偵ナイトスクープの局長を務めるなど多くの人々に親しまれました。西田敏行さんは感動するとすぐに泣いてしまう方でもありましたね。探偵ナイトスクープでは番組内での西田さんの涙もろさが視聴者から愛される理由の一つでもありました。秘書役の岡部真理さんは西田さんの名優ぶりについて、依頼紹介中からごそごそと準備していると必ず泣きますからと明かしています。さらに局長は涙で全て表現していると思いますとコメントしました。これに対し西田さんも、私が来てからは少しウェットになりましたねと素直に泣き虫局長を認めていました。西田さんの涙もろさについては、それまでコンタクトレンズをつけられなかった依頼者が番組ロケを通してつけられるようになっただけで泣いていたというエピソードもあります。西田さんは人間関係を深く見てつい涙するんです。でもタクシーの運転手からは、よくこんな依頼で泣きますねと言われたことがあったと振り返っていました。このように多くの人々に愛された西田敏行さん、西田敏行さんの突然の訃報は多くの人々に深い悲しみをもたらしました。長年にわたり映画、ドラマ、バラエティ番組と幅広い分野で活躍し、多くの人々に笑顔と感動を与え続けてきた西田さん、その温かい人柄と卓越した演技力は日本の芸能界に大きな足跡を残しました。西田さんのご冥福を心よりお祈りいたします。そして長年西田さんを支え続けてきた西田久子さんとご家族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。西田敏行さん、長い間本当にありがとうございました。あなたが残してくれた作品と思い出はこれからも多くの人々の心の中で生き続けることでしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。